さて、今の世の魔王たちよ。幾度の試練を乗り越え、よくぞ参った。そなたたちがここへ来た理由を、我は知る。これより魔界に訪れる。大魔晶器。魔晶は魔族や魔物を生み出したが、大魔晶器のそれはあまりに濃密。その中では何者も生き残れぬ。それは未曾有の災厄となろう。そなたたちが大魔王選出へ名乗りを上げ、魔界の統治者タラント欲したのも、この災厄に抗うためであろう。そこまで分かっているなら話は早い。さっさと俺を選べ。一刻も早く魔界統一をなさねばならん。下がっていろ、宝石売り。貴様ごときが大魔王にふさわしいなど小賢しい口で吠えるな。最強の武力を有する我がバルディスタは、魔界に生きる者たちの新天地としてアストルティアを選んだ。そして信仰はすでに始まっている。生きるとは弱肉強食。その断りをアストルティアの弱者どもに思い知らせてやろう。全ての魔族を救おうなんて君も甘い人だな。ゼクレス魔導国は提唱する、優れた魔族のみ選別することを。魔晶から身を守る魔導シェルターを作り、優秀な魔族だけを選んで生かせばいい。その者たちが次の魔界を導くだろう。アストルティアの者どもが我らをどう思っているか知っているか。関わらない方が身のためだ。お前たちの提案には何の面白みもない。アストルティアへ侵攻？いつまでそんな旧来のやり方にとらわれている。優秀な魔族を選別？似たような連中ばかり生かした先に新しい時代なんて来るものか。このユシュカが示そう、魔界の未来を。アストルティアには長い歴史の中で培われた魔晶への対抗策があると聞く。それを交渉によって手に入れる。我らはアストルティアの民の手を借りてこの危機に立ち向かうべきだ。アストルティアの弱者どもの手を借りだと？貴様に魔族の誇りはないのか？お前にはわからないだろうな、バレリア。だがこれが魔界を救うための唯一の道、俺の掲げる協調だ。アストルティアの民の中にも理を解いてやればこいつのように俺に従う者がいるはずだ。三者、そこまでだ。そなたらの考え、相分かった。それでは、魔戦の儀礼場へ参ろうぞ。これより、大魔王選出の儀を始める。
果たして誰が大魔王にふさわしいか尋ねてみるとしよう。祖は異界よりおとないし者、闇の深淵にうごめく資源の海難、ここに新たな魔界の統治者を示したまえ。これは…そなたたち、三人の魔王の中に大魔王にふさわしい者は一人もおらぬ。ふざけているのか。魔王バレリア、そなたは世界を憎むあまり、さらなる地獄へ皆を引きずり込もうとしている。それは私憤でしかない。ほう、よくぞ言ったな。魔王アスバル、そなたは他者どころか自分を救うことすら諦めている。それは絶望でしかない。そして魔王ユシュカ、そなたは自分こそが唯一選ばれし者だと思い込んでいる。だからこそ周りの者を見下している。自分に仕えるべき存在だと考えている。それは傲慢でしかない。それが王というものだ。しかしこの中でたった一人大魔王となりうる可能性を秘めた者がいる。それはこの者だ。俺のしもべに過ぎないこいつがか。この者は病気の魔物一匹一匹に声をかけ、その病を癒して回った。その優しさは王者の器足りうる。失望させてくれるな、魔戦鏡とやら。これ以上妄言を吐くのなら。このようなカビの生えた儀式に期待して出てきたことがそもそもの間違いか。私は私の波動を行くまでだ。まったく、あまりの非礼に言葉もないな。やはり下賤なる者たちと共に生きることなどできないということか。さよなら、ユシュカ。こいつが大魔王にふさわしい？何の覚悟も持たない者が、何一つ背負うものすらない者がか。魔戦鏡よ、確かに俺は皆を下に見ているが、それは
民を守るべき存在と考えるからだ。それこそが俺の信念であり王道だから、ここで引き下がるわけにはいかない。俺が魔界統一をなさねば多くの民が死ぬ。俺と戦え。今ここで示さなくてはならん。大魔王にふさわしいものは俺だけだとな。魔戦教も俺が勝ったら目を覚ますだろうよ。よかろう。そなたの思う大魔王の資質とやら示してみせよ。そなたは自分の背負うもののために戦うがいい。互いに手加減はなしだ。すぐに任してやるから安心しろ。行くぜ。両者そこまでだ。
これでは永遠に勝負がつかぬ。死にかけだったお前がここまでやるとはな。さすが俺が見立てただけのことはある。だが大魔王にふさわしいものはこの俺だけだ。何を言われようとそれは変わらん。俺は俺のやり方で魔界を統一する。次に会う時は敵同士かもな。気に病むな。この結末はそなたのせいではない。魔界もまた人界に同じ。真にふさわしき者が王者とならねば、民は惑い苦しみその果てに死ぬ。そなたとて大魔王の器はあれど、覚悟も志もなくばその任は果たせまい。そなたが何故ここへ来たか、我はすべてを知る。元の姿へ戻りたいのならば、魔族の祖たる力に触れねばならぬ。それは大いなる闇の根源と呼ばれる。すべての魔性の源であり、魔界を魔界となさしめる存在。そなたは悪しき力と聞いていよう。だが力は使い方によって意味を変える。さあついてくるがいい。